最近、風呂上がりにビールを飲んでいると、上の弟がパピコを持って近づいてくる。目の前で、これ見よがしに二つに割り、ドヤ顔で、二本一気に食べている。ごめんね、姉ちゃんパピコに、あんまり魅力感じないんだわ。出勤中に、電車でお腹痛くなっても知らんからね。下の双子の弟たちは、今週から夏休みで、アホみたいにはしゃいでいる。わざわざ、白タンクトップに短パン履いて、麦わら帽子をかぶって、庭でセミを捕っている。友達と一緒に、2階のベランダから、激流、流しそうめんをしたり、手刀で吸い代わりをしたり、全力で夏を満喫している写真が昼間に送られてくる。これが小中学生なら微笑ましいんだけどね。君ら大学生だよね。成人してるんだよね。お小遣いあげるから、女の子誘って、海でも行ってきなさいな。この前できたって言ってた彼女は現実に存在するのか？姉ちゃん心配になってきたよ。室内にセミを持ち込んだら、コブラツイスト食らわせるからな。80歳のじいちゃんが、最近、よくシェアしようぜって言いながら、瓶ビールとグラス2つを持ってきてくれる。トゥギャザーしようぜって言ってチューペットを分けてくれたりもする。母方弟とは大違いだわ。でも、どこで、そんな言葉仕入れてくるんだよ。ああ、私も夏休み欲しいなー。